皆さんこんにちは、ひび茶漬けのまいまいです。今日はですね、今回のひび茶漬けの動画に、特別ゲストをお招きしております。諏訪かりんちゃんです。よろしくお願いします。かりんちゃんは、私の大学の後輩なんですけど、2016年のこちらのひび茶漬けの、2枚組 CD に、私と一緒にクラシックのサックスカルテットとして、出演もしてくれてる。まず自己紹介かな。はじめまして、そしてお久しぶりの方もいらっしゃると思うんですが、サックスフォン奏者の諏訪かりんと申します。私はクラシックのサックスフォンの方で演奏活動させていただいていて、普段はリサイタルだったり、ユニット活動、弦楽器とピアノとクラリネットとサックスというちょっと珍しいユニットを組んで活動していたりします。 YouTube もちょっとマイペースに、こうひび茶漬けさんには及ばないんですけども、すごいスローペースで上げていたりしています。よろしくお願いします。イエーイ。今回はテナーサックスデュオで前にもう動画を上げている須田まさきさんの虹という曲なんですけど、アルトサックス2本で演奏してみたいと思いますので、皆さんぜひお聴きください。それではどうぞ。